井県の福井市からやってまいりました、定山の醸造元の常山と申します。弊社はですね、創業210周年を迎える、蔵でして、私で9代目の蔵元になります。今回、ご紹介させていただくのは、純米吟醸の一粒ホタルというお酒でして、ちょうど今の夏の時期に毎年リリースさせていただいている商品です。辛口で、上品な香りの、が特徴のお酒でして、今の時期にぴったりの、味わいだと思いますので、ぜひ皆さん、ご賞味いただけたらと思います。福井県の福井市で福千歳というお酒を作っている田島です。うちのお酒の特徴は、ヤマハイ作りとい う, もう昔ながらの作り方で、今回おすすめするのもうち の, そのヤマハイの純米の室川生酒です。今年からすべて僕がお酒の作りの 味を設計させていただいているので、ぜひ飲んでみてください。よろしくお願いします。福井県から参りました久保田酒造でございます。お酒、私どものおすすめ、こちら、純米生原酒雪と花とお酒であります。こちら、福井県で栽培しましたお町という酒米で作っております。大変濃厚なお酒なんですけども、やや甘口のすっきりしたタイプになっております。で、生原酒なんですが冷やもよろしいんですが、保管するともっと美味しくなると思われます。どうぞよろしくお願いします。福井県の三河酒造場です。銘柄は舞美人です。こちらのお酒はヤマハイ純米の室賀生原酒の自社殿で作った500万石を使った、蔵付き、蔵についている酵母のみで作ったお酒です。すごく酸味がありまして、どっしりした味わいになっています。おかんにして飲むとすごく味わいが深くて美味しく味わえることができます。福井県大野市の真鶴酒造です。今日のおすすめのお酒はこのミューロゼというピンクのお酒です。こちらは黒米を使ったピンク色のお酒になるんですけども、味わいとしては、ちょっと甘酸っぱい感じで白ワインのようなタイプになります。とっても飲みやすくて、夏でしたら炭酸で割っていただいたりしてもとても美味しく飲めますので、これからの季節はおすすめです。どうぞよろしくお願いします。福井県福井市から参りました毛利酒造の毛利と申します。本日おすすめのお酒は、昨年、ブランドを立ち上げましたサリというブランドになります。山田錦 50% 米の純米大吟醸になります。酸味が特徴のあるお酒ですので、ぜひ、日本食、特にお酢を使った料理に合わせて、お飲みいただければと思います。よろしくお願いいたします。福井県大野市の、南部酒造場です。花垣という銘柄です。今こちらに持っているのは、木本純米米しずくです。おかんに大変向く美味しいお酒です。福井県の田辺酒造と申します。おすすめのお酒は、今回越前岬の船絞りの純米酒、6号酵母となります。特徴としまして、香りを比較的抑えて、食事に合うようなタイプとして、すっきり飲みやすい酒質に仕上げております。